ドラゴンボールドラゴンボール Z ドラゴンボール Z 極限バトル三大超サイヤ人ドラゴンボール Z 極限バトル三大超サイヤ人は1992年7月11日に公開されたドラゴンボールシリーズの劇場公開作第10弾である監督は菊池和人キャッチコピーは戦慄の最強人造人間は吸収 迎え撃つ三大超サイヤ人。夏休みの東映アニメフェアの一つとして上映された。同時上映作は、ドラゴンクエスト大の大冒険ぶち破れ。新生六大将軍、ロックデナシブルース。砲画配給収入14億5000万円。本作は、トランクスの初出演作品である。亀仙人と、ウーロンが、ミスコの世で一番別品世界大会で、 水着ギャルをあれこれ妄想するなど、ドラゴンボールの名物シーンも登場している。劇場版第10作目ということもあって、劇場公開時のプログラムでは、過去10作品を振り返る内容の記事が掲載されていた。ドラゴンボール大全集には、劇中でのドクターゲロ抹殺や、サトルハンが超イヤ人になれない点からゲロ死亡から、セルが完全体に変身するまでと時期を推測。 ただし、その頃の悟空は、心臓病で倒れているか、精神と時の部屋で修行中。平行世界的な出来事と言えると書かれており、前作、ドラゴンボール Z 劇突。100億パワーの戦士たちより時系列的には、本作が前作よりも前の話と考察されている。人造人間17号によって、ドクター・ゲロは殺された。しかし、人造人間たちですら知らない極秘の地下。 研究施設では、ゲロの怨念を引き継いだスーパーコンピューターが引き続き、孫悟空抹殺を目的に開発を続けていた。デパートで買い物と食事を楽しむ悟空たちの前に、突如として謎の二人組が襲撃をかけ、街を破壊し始める。その存在に気づいた悟空は、二人に気が感じられない、ことから、ドクターゲロの作った人造人間であることを察知する。 街中で戦う悟空とトランクスだったが、トランクスの咄嗟の一言で人気のない場所へおびき出す。その頃、ドクター・ゲロの研究所では最後の人造人間13号が完成し、悟空の元へと迫っていた。ドクター・ゲロのコンピューターが作り出した3体の人造人間が登場。ドクター・ゲロの意志を継ぎ、孫悟空抹殺のためなら破壊や殺戮も厭わない。 原作とテレビアニメ版では人造人間18号がドクター・ゲロの手により処分されたと言及し、原作の扉ページでは13、14、15号はかなり完成度が高かったらしいとも解説されていた。いずれも東映ビデオより発売。